ピザの具ね。僕ってピザの具だったんだな。次誰来るんだろう。みやび。誰？やみやび。突然現れます。神出鬼没ちゃん、アステルちゃんです。アステルさん。あー、やっと来れた。はじめまして。怖い怖い。来てくれてありがとう。来てくれてありがとう。いや、でもずっと会いたかった。そうだよね。やっぱり綺麗じゃない？赤と青。本当だ。すごい。イエーイ。イエーイ。身長差すごいな。ありがとうございます。ありがとう。あのさ、みやびくんさ、最近サボってる？運動。え、サボってないよ。サボってないよ。いや、最近、とあるゲームずっとやってるでしょ。やってない、やってない、全然やってない。そう、今日この日のためにね、ずっとここで待ってたんだから。でも今なんか寝転がってたよ。いや、全然ちょっと疲れちゃっただけだよ。ああ、そっか。じゃあまあいつも運動できるよね。うん、一応ね。じゃあ準備お願いします。というわけでね、今からはみやびくんに、これからのねライブに向けてね、ちょっと体力を作ってもらおうかなと思います。さあ、いってらっしゃーい。あ、エアロバイクだ。はい、準備してくださーい。こんなところにこないだ使ったやつがあったんだ。さあ、どうなるんでしょうか。懐かしいな、こいつな。イエーイ。2回目やだよ。2回目なんだ。いや、何回も乗ってます。だよね。はい、2回、うん、全然大丈夫です。もういつも乗ってるもん、ね、いつも乗ってるんで、はい、はい。あ、準備できましたか？できました。というわけでね、まあちょっと僕からみやびくんにちょっと気持ちを伝えたくて、今日は。おう、うん、だから僕が終わっていいよっていうまでずっと漕いでください。え、地獄か。あの充電式だから、今これ見えないけど、僕にあのコードがつながってて、みやびくんが漕いでる限り僕が喋ることができます。あ、そうなの。じゃあ喋んないといけないのね、はい、僕ね、ここ。じゃあ頑張って漕いで、あ、ありがとうございます。漕いでるよ、僕。まあやっぱりね、まあ、僕はこうみやびくんにすごい感謝をしていて、みやびくんってこうホロスターズのね、そうだね、始まりの一人じゃん。そうだね。まあやっぱりそのみやびくんが初めにこうデビューしてくれなかったら、まあ僕たち残りのね8人は、やっぱデビューできなかったと思うんだよね。うん、そうだと思う。で、今みたいなこういう仲良いグループもみやびくんがいなかったら多分無理だったと思う。本当？うん、そう思ってくれてるの。そう、まあやっぱりいつでもね、まあみやびくんには、まあやっぱりセンターでいてほしいし、ありがとう、ずっとね、輝いていてほしいなって思います。そうだね、一緒に頑張ろうよ。ね、この前一緒にね、撮ってみてもあげたしね。ほんと、ずっと頑張ってほしいなって思う。頑張る。じゃあ、次はみやびくん漕ぎながら自分に電源つないで、みやびくんちょっと言ってほしいことがあって。はい。みやびくんにとってね、ホロスターズとは、あ、何ですか？僕にとって、ホロスターズ？うん、そう、ホロスターズ。ね、ちょっと、あー、止まってるよ、止まってる。あー、そうね。僕にとってホロスターズとは、ホロスターズとは、家族でもありまして、はい、あ、家族でもありますね。そして、はい、やっぱり、なんて言ったって一番のライバルです、僕は。ライバルね。ライバルです。アステルさんもライバルです、僕は。いや、それはでも、確かに、挑みがいがあるよ、やっぱ。切磋琢磨して、どんどん上に行くんだよ。どんどん上にね。まあ今月ライブあるしね。そうだね。頑張ろうね、一緒にね。あ、なんかあれだけど。はい。じゃあこれを渡そうかな。まあ一回休んでもいいよ。本当。いいの？いいの？これをどうぞ。あ、これさっき見た。そう。僕の力の源のスターです。あ、もうみやびくん思いを語って。思いを語ってくれたけど、灯るかな？さあ、思いを灯れ。あ、ともれだ。あ、ともさん、よかった、よかった、よかった、ちゃんと思った。まあこれを持ってればね、僕たちずっと一緒だから、これからも長い先、未来に一緒に輝いていこうね。輝いていこうね。それじゃあ、あ、止まってるけど、はい、じゃあね、ライブに向けてもっと体力作っていこう。頑張る、頑張れ、頑張れ、頑張れ、応援するよ。あ、ちょっと次のとこ行かなきゃいけないわ。僕が終わりって連絡するまで、じゃあ、あと、頑張って。じゃあ、リハーサルの時に迎えに来るから。ちょっと待って、じゃあ、バイバイ。おい、おい、あー、つらい。嫉妬嫌がらせには負けない、ふざけんな実力で勝ってやる、だからやめない、負けず嫌い、私はいる。いくよ。